皆さんこんにちは。今回は間違い探しです。左右の絵で3箇所の違うところを90秒以内で探してください。それでは早速スタートです。1問目です。ひな人形を準備しているイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。女の子にはありませんよ。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、七文字が大きくなっていましたね。二つ目は、お母さんの持っているぼんぼりの色が濃くなっていました。そして三つ目は、ひな壇の支え具がなくなっていました。今日はひな祭りですね。ひな祭りはもともと平安時代のお人形遊びと、人形に自分の役を移して海や川へ流した流しびなの行事が結びついたものだそうです。そこからひな祭りでは人形が身代わりになり、子供に災いが降りかからないようにという家族の願いや、人生の幸福が得られるようにという温かい気持ちを込めて人形を飾るようになったそうです。2問目です。ひな人形のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントを出しますよ。人形自体にはありませんよ。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、右上のぼんぼりが小さくなっていました。二つ目は、ここの梅の花びらがなくなっていました。そして三つ目は、
中段真ん中の人形が持っているお盆の穴が大きくなっていましたよ。ひな祭りのメニューにはハマグリのお吸い物やお寿司がつきものですね。ハマグリは殻をぴったり合わせることから幸せな夫婦を意味しているそうですよ。今夜はぜひハマグリのお吸い物を食べてみてはいかがでしょうか。3問目です。救急救命士のイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。救急車に2つありますよ。終了です。答え合わせです。まず1つ目は救急車のサイレンのランプが小さくなっていましたね。2つ目は救急車の横の赤い線が細くなっていました。そして3つ目は救急隊員さんの制服のポケットが小さくなっていましたね。間違い探しは空間認識能力と集中力、注意力を鍛える効果があると言われていますよ。4問目です。ウェイトレスとウェイターのイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。全員に1つずつありますよ。終了です。答え合わせです。まず1つ目は一番左の女性の持っているお盆が小さくなっていました。2つ目は真ん中の女性のエプロンのフリルがなくなっていました。そして3つ目は右の男性の蝶ネクタイが大きくなっていましたよ。
うまく見つけることができましたか？それでは最後の問題です。学校の準備をしているイラストです。違うところを3箇所探してください。ヒントです。男の子にはありませんよ。終了です。答え合わせです。まず一つ目は、宿題のプリントが白色になっていました。二つ目は、消しゴムのケースがなくなっていました。そして三つ目は、ランドセルの名前カードが大きくなっていましたね。最後の問題でしたが、いかがだったでしょうか。それでは最後におまけ問題を出題します。3箇所の間違いを30秒で探してください。それではスタートです。終了です。答えが分かった人はコメント欄へ書いてくださいね。この問題は以前地の種で配信した動画です。概要欄に動画の URL を載せていますので、答えをチェックしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。間違い探しは地の種のホームページで無料の脳トレプリントとして配布していますよ。ホームページをチェックしてくださいね。コメントと高評価をお待ちしています。チャンネル登録もお忘れなく。